この訓練はですね、米国エリシュー犬射手ブライアン・フェイズから私が直接教わったですね、究極のこのフラッキングを止める訓練です。見てください。もうちょっとでですね、これフラッキングしてますね。今チェックコードを私が取ったところなんですけど、どうですかね。ね、何も声をかけてるわけじゃないですけども、これがですね、以心伝心というかですね、全く考えられないことですけども、本当に止まりましたよね。Good boy. Lucky. Okay. ね、あまり興奮しないで。Okay. Good boy. はい、おしっこもして。ああ、good, good. Okay. お、逃げ入ったぞ。あ、これダルポイントになるな。私の繁殖したエルフューパピーの基礎訓練中に何度かエルフュー犬舎創立者の言われた世界でまだ見たことのないエルフューポインターの演ずるパフォーマンスの一場面に遭遇しました。しかし記録に残すことができませんでした。今回エルザが数ある中の一つの録画に成功しました。これらのパフォーマンスは興味のない人にとっては何の意味もないでしょう。何度も言いますが、師匠と共に20年近く実験を繰り返しましたが、このようなパフォーマンスができる系統繁殖には至りませんでした。これらについて、
スポーティングクラシックの上級編集者で米国で最も雄弁なスポーツライターの一人、ガンドックコラムニストのトム・デイビスは次のように言われました。エルフィューポインターのパピーを見せびらかされて光栄です。私はまだめまいがしています。早い、大胆、スマート、そして恐ろしく意図的である。彼らは小さな鳥発見機、つまりバードファインディングマシーンです。研ぎ澄まされた鋭い視覚と聴覚の感性を存分に使いこなすエルザは、走りながら相手犬パトリシアの地響き、つまり足音が止まったのに気づき止まりました。俗に言う置き取り訓練のやりすぎなどという誤った訓練による場所狙い、つまりアンプロとはわけが違います。その証拠として、頭だけ振り返った瞬間にパトリシアのポイントが見えたので鋭いバッキングをしました。詳細は見ればお分かりいただけると思いますので、深くは論じません。私のエルフィューポインターにとってはすごいことですし、映像に収めたのも初めてです。どうゲームだよ、あれはゲームは空だね。ほら逃げとった、バットが取った。え、ノーゲーム、あ、おっ、ノーゲーム。この場面で助手が必要なのですが、私と意を共にする協力者は誰もいないので、本能までのパフォーマンスで終わってしまい、先に進むことは無理でしょう。バッキングですね。ほら、エルザがバックを拒否しました。行こうか、はい、ゴー。はいこはいこはいこ、おお、レジ狭い狭い、もっとゴー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 、行こうか、前行こう、前出よう、はい、行こう。ゴーゴー、ノーゲーム、すごい、おう、いや、壁止まったかな、ちょっと。あ、に入ったな。おっ。そうな。それが本当だよ。エルザポイントじゃなくてバッキングばっかりでね。なかなかポイントにならんかったもんね。おー、グッドボーイ、グッ、足も上げて、
はい、ゴー OK、ゴーあー、グッドバイほら、こういう感覚ですね。尻尾の後ろがガクッとこの曲がりましたね。はい、ノーゲームね。 OK、はい、ゴーうん、オッケーやっグッドバイ。あ、寝とったぞ。何とか。エザイエポイントだな。エルザがポイントですね。ラッキートリガー、ラッキートリガーですね。ラパーッとエルザラッキートリガー。ゆらゆらとか尻尾が揺れ出したよ。風が逆になりましたからね。リリー探そうでしょ。風を待ってみましょうかね。ちょっと回り出したから誰が。ほら。エルザの前方にあるあの吹き流しですね。あれが。ああ、ほら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 。え、ゴー！ゴー！はい、全部行こう。はい、パッと行こう。はい、アイス行こう。はい、ラッキー行こう。はい、ラッキー。あ、パッと、行こう。
あれは風が止まってしまったぞ。なんじゃ。よかったにな。ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。強いな。エルザは冷静だからな。ちょ、うん、アイスもエーポインバッキングだ。まともなモデルポイントだ。まずエルザがポイントですね。え？アイスがバッキングの？じゃあね。あ、ここはラッキートリガーのパトリシアがバッキング。パトリシア、ラッキートリガー、アイス。エルザ。写真を撮りたいな。全部が入るの。いいだろうな。行かそうかな。はい、ゴー！オッケー、ウォッ！オッケー！グッバイ！さあ、行こうかね。はい、エリ行こうか。はい、エルザ行こう。はい、ラッキー行こう。はい、ラッキー行こう。アップ。
とたパとかやった。足の気圧感まだバカ。あ、ちょっと気がついた。パトリシアのポイントですね。その前方でエルザがバッキングのラッキートリガーをバッキングで、アイスのバッキングですね。アイスのバッキングですね。ラッキートリガー、エルザのバッキングですね。パットのポイント、はい、エルザ行こうか。はい、アイス行こうか。はい、パッと行こう。あ、ラッキー行こうか。はい、パッと行こうか。行こう。はい、足足足足行こう、パッとも行こう、前でよ行こう。
よう探しとるな。はいはい。お、どれか入ったぞ。あ、一番手前がラッキーのバッキング、アイスのバッキングですね。あとはスチールかと思ったらこれバックした。やっぱりそうか、エルザのポイントか。動きよる。こうかね。はい、ゴー。あっ、エルザから行こうか。はい、アイス行こうか。パッと行こうか。ラッキー行こう。ちょっと甘くなってるみたいなんで、動いたら飛ばします。今回は最初からそんなことやるとダメですけどね。これはみんな風下に大体おりますんでね、だからちょっと動く可能性が高いですね。
ラッキーのバッキングですね。エルザのバッキングですね。ミッチ、あ、ミッチのこれはアイスだな。このアイスの止まってるのにご注目ですね。このアイスはですね、ちょうどこの真ん前にある草株があるんですけども、ヨシの株なんですね。これに匂いがの吹き溜まりができてるわけですね。だからここでおそらく着臭したものの前でパッとがポイントしたからここで止まってしまったんですけども、花の向きはこの株に向いてますね。で、全ての犬がバッキングしてますので、だから動けない状態ですね。これ全て本能がなさる技なんですね。教えてできることではなかなかありません。こういうかすかな匂いとかそんなものにも反応して、決してこんなね、もう大人の犬がですね反応するなんていうのはいいことではないですけども、やっぱりそういう感性を持っているという素晴らしいところがエルフィーポインターの特徴なんですね。自然調に当てて十分な訓練ができてたらこういうのことはもうあり得ることではないですけども、やっぱり脳そのものはやっぱり幼いですね。スタンチですね、完全なねスタンチですってね、これもう動きません。しかし動く命令に対してはそこ反応してもらわないと困りますよね。これですね、これがラッキートリガーですね。エルガですね。アイスですね。これがポイントのパトリシアですね。
パッといいか。ポイント圏から20メートルぐらい手前で撮影してます。20メートルちょっとあるかな。こっから飛翔命令を出します。パッといいか、はい、ゴー。おー、はい、パッと。パッと、ラッキー。はい、アイスが帰った。はい、エルダだ。はい、アイス、グッドバイ。パトリシア。おう。